はい、えー、それでは監査論の令和二年度論文式本試験解説を始めていきたいと思います。えー、レック専任講師草加です。よろしくお願いいたします。えー、今回、えー、令和二年度のね、論文式本試験は通常の八月ではなくて。まあ、コロナの影響で十一月実施ということでね。えー、まあ、皆さんいろいろね、あの、本当はもう八月で勉強終われるかと思ってたのに。三ヶ月伸びちゃったということでね。あのー、結構試験まで辛かった方多かったと思います。 えでも、まああのーまあ、まだ、ね、発表はまで時間ありますけれども、まあ、とにかく、ね、もう皆さん終わったので、ねえー、もう試験のことを忘れて私だったら、ね、もうあのこの3ヶ月はもう勉強せずにです、ね、もう最後の休みだとのねあの休みだと。 就職するまでのの最後の休みだと思ってね、まあ,あのゆっくりするとで、まあ、ゆっくりして落ちたらどうするんだっていうこともあると思うんですけどもまあ万々が一があってもねこの論文式試験を1回受けたこの力のね伸びっていうのはもう後々か必ず生きていきますのでえそういう意味でねあの、まあ、この3か月にね、まあ、逆にですねこの3か月まだ勉強しようっていう余力があるとすればそれはもしかしたらまだ力が残ってるのかもしれない。本気であの挑んだ方 ほどですね、えー、まああのー まあ、そうじゃなくてね。真面目な方は、あの、勉強できるかもしれないですけども。もう本気でも、力尽きたという方はね。勉強できなくても、全然ね、あの、それ、普通ですから。あの、もう、ゆっくりしていただきたいと思います。はい。で、えっと、まあ、弱体的に、監査論、中身、見ていきますけども。えっと、これは、まあ、受けられた方がね、この動画を見てくださる方も、もちろん、いると思いますし。あるいはね。え、まあ、まだ受けてなくて、来年以降ね、受けるんだという方の参考にも、お、していただきたいと思いますが。まず、今回の監査論の本試験は。やはりね、いいもん。 もう両門揃いの,あの本当にね、えー、実力を問ういい問題いい問題だから簡単って言ってるんじゃなくて、えー、い,い問題でしししっかりと理解ををてて勉強をしてきたた受験生は、まあ、合格点取れただろうと逆に、えー、勉強が不十分だった受験生はやはりね監査論で、まあ、合格ラインにいくのは難しいというねそういうあのちゃんとした努力が報われる試験だという意味で非常にいい試験だったと思いますね。で 監査論はねもうここずっとそうなんですね論文式本試験はもうずっとなんか動画でそういうことばっかり言ってるような気がしますもうここ少なくとも5回ぐらいねもうずっといい問題っていうかもっとですねいい問題が続いている一方で担当式本試験は結構ブレがあるんですよね、まあ、あのただまあ今回はねこの間の8月の担当も今回の論文もね非常にいい問題ですしあのまたねこの監査論に関してはあの 論文式試験の猟の門の中でも特に今年はあの猟門というかねなんかあの変な癖のある問題っていうんじゃなくて実力を問う問題ということであの今後受けられる方ねえ特に来年以降初めて論文式試験受けるよなんていう方は是非ねこの今回の試験をしっかりと 復習というかあの解いていただいて、そして解答解説もしっかり読んでいただいて、同じ問題が出たら必ずできるようにしていただきたいと思います。ね、えこういう両問っていうのは繰り返しね論文であっても繰り返し出題されますので、ぜひ、えー、今回の問題をできるようになるのが。 来年合格する目標なんだとということで、ね、目標の,、ね、この設定としても非常にいい問題ですのでこの問題ができるようになれば本試験を受かるんだという、ね、思いでこの問題を解いていただいて復習していただきたいと思います。一方で受験された方は、ねまあ、この解説聞いてどこまで書けたかなっていうことを考えてもいいですが、まあ、あの終わった試験をねあんまり見返しても意味ないところもあるので、まあ、気楽にね聞いていただければと思います。 はい、えー、ではねまああのなんで特にね、えーまあ、解説もそうですけども、まあ、次回以降ね受ける方の参考になるためにというところで見ていきたいと思います。はいで、えー、と第1問ですねでこれはね、まあ、あの一応ねあの論文の出題予想会ではですねあの主体論のところね過去のあ過去問で出てますよでそこは二十丸じゃないですけどね一十丸にして。 出る可能性ありますよってことでお伝えしてたら本当にねあの主体論の,その過去の論文で出たあの精神的独立性と外観的独立性の定義を聞く問題そのまま出てしまいましたね。なのでまあ,あの過去問解いてた人はできたかなっていうのとあとはねあのレックではね えー、論文グレードアップ答練まあ、これ論文受験生、皆さんやっていただいている答練ですけどもこれのですね。もう第1回の第2問のに、まあ、あの問題とか解説含めね。全体として見れば、そこからかなりの部分が出てたということでね。まあ、レックの受講生産はですね。あの比較的ね。あの細かい部分は別としてまあできたんじゃないかなと思いますね。はい、ではどんな問題だったかというと、監査基準の、ね、一般基準2において、監査人は監査を行うにあたって。 常にに不のの態度を保持しとまさに精神的独立性のことですで B 独立の立場を損なう利害や独立の立場に疑いを招く外観を有してはならないとこれが外観的独立性の話ですねと規定し監査人に監査を実施する際に独立性の保持を求めているとで監査人が保持すべき独立性に関する次の問題1から問題2に答えなさいという問題でした。でまずね問題1はなどうかというと A と B、まあ、精神的独立性と外観的独立性についてその意義をそれぞれ説明した上でということで、まあ、定義をまず書くわけですよね。で定義を書いた上で、 両者の関係について説明しなさいということで、まあ、精神的的独独立立性性と外観的独立性の関係ですねで、まあ、この両者の関係はねあの書く欄が多かったのと、まあ、意外と何書けばいいかなって一瞬ねそのドンピシャでねあのやって勉強されてなかった方もいると思うのも多いと思うので、まあ、このね精神的独立性と外観的独立性の関係を今まで習ったところからどうやって引き出せたかというところがポイントだったと思います。 1> で第1問はね、まあ、問題としてみればやっぱりこういったね問題1のこの両者の関係とかね問題2のねこの独立性と懐疑心との関係とか、まあ、ちょっとやっぱりね書きにくいとは思うんです。でなお解答用紙がこれ模範解答を作ってますけどこれこれが一枚目問題1の1枚目と、えー、あごめんなさい第1問の1枚目と第2問の2枚目。 まあ欄が多いんですよだから時間的にもねねきつかったと思うんです、ね、そういう意味でここなんかやっぱりねしっかりと学習されてた方じゃないと太刀打ちできなかったっていうふうに思いますね。はい、で問題1のこれ、えー、精神的独立性と外観的独立性の意義ですけども模範解答はねこういうふうにしてますよ。 ね、過剰炎は常に抗生不炎の態度を保持することは精神的独立性を保持することでありともこれ言葉で書いてあげてますね精神的独立性って言葉一応出してますねで職業的専門家としての判断この後はですねもうあのね、この定義は倫理規則に書いてあるのそのままですよ 職業的専門家としての判断を危うくする影響力を受けることなく結論を表明できる精神状態を保持し誠実に行動し公正性と職業的専門家としての懐疑心を堅持できることを意味すると、まあ、ここは倫理規則の、ね、この部分、まあ、一語一句同じじゃなくてもいいですけども覚えてくださいって言ってたところですのでなんとか、ねえー、似たようなことをかけてほしかったかなというふうに思います。B ののの外外外観観観的的独独独独立立立立立立性もここれ独立の立場場をををを損なななうう利害や独立の立場に疑いいい招く外観を有してはならないということはらとと保持すること ててもう書いてありますすねそのの後これは倫理規則の内容です事情に精通し合理的な判断を行うことができる第三者が全ての具体的な事実と状況を勘案し会計事務所とまたは監査業務チームや補償業務チームの構成員の先進的独立性が堅持されていないと判断する状況にはないことを意味するということでまあここはですねなんとかえーまああの倫理規則の部分のねあの定義意義を持ってきていただき ければよかったということで、まあ、A と B はあのもうちょっとかけ知ってたかどうかというところになりますよね。はい。それでは次に、えー、両者の関係のところですね。両者の関係ここはね書きにくかったと思うんですよ。でここは書き出しとしてね仮に外観的独立性が損なわれている場合っていうようなことをですね。 考えれた方、まあ、これがね、まあ、入り法っていうんですかねあのその方がですね、まあ、良かったということでまあここ書き方は正直難しかったと思いますが、えー、この書き方で書くのが多分受験生の皆さんにとっては一番それでもまあ書きやすいかなというふうに思いますね。はい、ではじゃあ仮にね外観的独立性を損なったあ場合、ね、はどうかということです。 はい、では見ていきましょう。で、えーとまあ、問題文でね、まあ、これちょっとあの書き方いろいろあると思います。B のところでもう独立の立場を損なう利害や独立の立場に疑いを招く外観を有してはならないっていうのは外観的独立性を保持することだって定義しちゃってますからね、えー、この両者の関係の時にその外観的独立性って言葉をまあ使ってもいいとは思いますけれどもただねえっ、ー、とまね、あ ここでは、ね、問題文にに忠実に書いてありますでえー、っとこれですね、えー「仮に監査人が独立の立場を損なう利害や独立の立場に疑いを招く外観を有している場合まさにね外観的独立性が損なわれている場合という意味ですね有している場合と」で、えー、その場合はですね 監査人の心の状態である構成不変のための、まあ精神的独立性ですね。これを保持できない可能性が高まる。まあ、これ、確かに、こういう関係性ですよね。ね、えー、外観的独立性が損なわれていると。ね、えー、まあ、独立の立場を損なう利害や疑いを招く外観を有している場合は。 心の状態である精神的独立性、公正不変の態度を保持できない可能性が高まったり、監査人が公正不変の態度、精神的独立性を保持していたとしても、利害関係者は監査人の公正不変の態度の保持に対して疑念を持つことになる。さらに、公正不変の態度は監査人の心の状態であり、直接具体的に規制することはできないけども、ね。えー 外観的独立性を有しまあこの最後のところはねどこまで書くかっていうところもありますけどもこのね、えー、外観的独立性が損なわれてたら公正不変の態度を保持できない可能性が高まるっていう関係があったり公正不変の態度を保持してた精神的独立性を保持してたとしても利害関係者はね、えー、精神的独立性の保持に関して疑念を持つなんていうのはこれそれぞれの関係ですよね。 なのでここら辺はね書いて欲しかった。つまりもっと言うとこれ実は勉強ではねあの外観的独立性の必要性のところの部分って実はこれ精神的独立性との関係なんですよね。ですからここでの回答はね、えー、まあレジュメとか。 当連では外観的独立性性のの必要性の部分を持ってきてきいただければよかった以上より独立の立場を損なう利害や独立の立場に疑いを招く外観を有してはならないってことは監査人が常に公正不変の態度を保持することを支えてるんだということでねこの独立の立場を損なう利害やあ立場に疑いを招く外観つまり外観的独立性っていうのは精神的独立性の保持を 支える関係にあるとまあこれね、あのー、レジュメなんかでも支えてる図があったと思いますね主体論のところにね。で結果としてこの支える関係にあるんだということを書いてあげればよかったということで、まあ、この関係性はですね、まあ、あのレジュメの図なんかを思い出した方はいいんですけども、ね、支える関係だって一言で言ってはそうなんですけどもじゃあどういうふうな具体的にはどうなのかっていった時に外観的独立性の必要性なんかを書けるとよかったかなということになります。はい では問題2です、ね、問題には監査人が保持すべき独立性とと職業的会議心との関係これもねなんか独立性っていうのはねまあこれは精神的独立性外観的独立性で職業的会議心、まあ、これは正当な注意の中に含まれるよなっていうことは分かってまああのどっちもそれぞれも意味は分かるんだけどちょっとね書きにくかったと思います。ただここでね 職業的会議審っていうのはどこにもこの問題文で定義されてないのでまあ職業的会議審の定義を入れてあげるとよ,より良かったかなということで回答ねこんな感じです、えー、レックとしてはこんな感じですね、えー、職業的会議審とは虚偽表示の可能性を示す状態に常に注意し監査証拠を鵜呑みにせず、えー、批判的に評価する姿勢であるということでまずこのね、えー 定義これは実は「環境200の12項11ね200の12項11」にまあそのまま書いてあるので、まあ、ここを何とか移せばよかったかなで「会議審とはこういうことなんですよと言った後にですね独立性との関係はどうかということなんですがまあここはね何とかちょっとこの場でね考えれた方はよかったんですね。このような、まあ、批判的な姿勢ですよこの会議審ってね。 批判的な姿勢ってそもそもどうかっていうと例えば心の状態でね癒着していたりとかまあその結果ね外観的独立性を保持していなかったっていう,、ね、いう場合ってやっぱりですね批判的な姿勢を保つのって難しいなとそう考えれたらこの回答にねあのいけるかなと思います。 こうした批判的な姿勢は監査人が精神的独立性や外観的独立性を保持して周囲からの影響力を受けないことによって維持できるとここをねまあなんとかねど,どこまで近くまで思い浮かべてかけたかっていうところですねこのような批判的な姿勢そもそも会議心っていうのは精神的独立性や外観的独立性を持ってて初めて維持できるんだとそういうことですよ。ね 精神的的独独立立性性や外観的独立性を持持っていててい初めて維持できるとだから保持すべき独立性っていうのは、ね、会議心の維心を支えるんだとね,会議心をね、えー、ちゃんと発揮するってことは精神的独立性も外観的独立性も持ってなければ駄目だというそういう関係にあるということですよね。まあ、ここもなんとかですねあの普段の学習ではそれぞれの単語は分かってたと思うので、まあ、考えながらね、まあ、精神的独立性がなければ 疑いいの心なななんて持て持ななそもそも精神的独立性っていうのは外観的独立性が支えてるよなっていうことでね、まあ、問題1のところもちょっと重なってきますけれども、まあ、あのそういった意味でね「両、えー、独立性が会議心の維持を支えるんだ」というところが書けるとねまあ、よかったかな、まあ、ちょっとこれが意外と問題に私も一番書きにくかったかなと思いますねねははいいこれ問問題題です、ね、じゃあ問題3はというとうね。 えこれはあの「演論事件」ってなんかこんなのが出てきてねいきなり何なだと思うわけですよ。「演論事件」等の企業会計不正事件に対するこういうのを論文式試験ってやっぱねうまいですよね。 こういうところで遠、えー、論事件なんてもうあのね皆さんなんか今の受験生の皆さんなんかあんまり分かんないかもしれないでなんだよと思うんですけども別に遠論聞いてるわけじゃない会計不正事件に対するアメリカの対応やその後の国際的動向我が国における公認会計機関数をめぐる非事例等、ねまあ、ちゃんと監査してなかったっていうような非事例等の監査の信頼性を揺るがしかねない事態への対応として平成15年以降に法令によって制度化された監査人の独立性を確保強化する 方策を三つ挙げそれぞれの導入により期待された効果を説明しなさいということでまあ基本的にこれ公認会計手法でね、えー、まああの独立性を確保強化する方策があ導入されたんですがこの平成十五年以降にっていうところにとらわれちゃうと書けませんよはっきり言ってこれ誰も書けないんじゃないかなもうこの年度なんて覚えてないと思いますただ 独立性確保を強化する方策3つって言われたらやっぱりね。これ、主体論のところで、あのおそらくどこの講義でもやってると思いますし、もちろんレックでもねちゃんとやってるんですね。だからそこの方策を3つかければよかったとで。ただ単純に思い出すとですね。3つって言った時に。 何を思い出せるかっていうとおそらくですね、えー、一定の非監査証明業務と監査証明業務の同時提供の禁止っていうやつとあと継続的監査の制限、まあ、ローテーションの話とあとはね共同監査ね、えー、共同監査のまあ義務付けっていうね、えー、その3つのセットでおそらく勉強してると思うんですね。で正直その3つを書いてもいいとは思います。 共同監査のところも別にね、えー、独立性を確保強化するっていうことの方に結びつけることもできると思うんですので、まあ、一応それはねこの、えー、と本試験の解説にも書いておきましたがまあねやっぱり一番結びつくのはその今言った2つ一定の非監査証明業務と監査証明業務の同時提供禁止っていうのと継続的監査の制限まあローテーションなんですし、まあ、まさにこの2つはね えー、独立性強化確保する話であるのと同時にもう一つですねあの今言った3つは大会社等に関しして限定した、あのーねえー、独立性を確保強化すするもので,すで、まあ、この問題もね言論事件とかそういうふうに言ってますからもうものすごい「大会社」を前提としたことを書けばいいので、あのー、最初に申し上げた3つの、ねえー、ことを書いてもいいしただ「大会社」に限定されずに「 えー、公認会計士または関与社員の就職制限ってあったと思います、ねえー、監査関連業務を行った場合は翌会計期間の終了までの間はその会社とかね連結会社あるいは兄弟会社の役員とかこれに準ずるものにはついてはいけないっていうまさにねこれは大会社あの中小会社社関係なく就職制限がありましたこれなんかも完全に独立性強化確保,確保強化する方策なので、まあ、回答はねえっ、ー、と 作としてつ欄まあこの,あの詳細のね内容はもちろん回答を見ていただければいいですので、えー、割愛しますけどもあの内容が重要ですよね。何を書くかっていう時に、まあ、あのレックとしてはねやっぱりこの就職制限ね えー、翌会計期間終了日の日までの間に非監査会社とか連結会社との役員等に就任することは原則禁止っていうことと、えー、あとは一定の非監査証明業務と監査証明業務の同時提供の禁止そして継続的監査の制限ねえー、いうことを書いています。でじゃあここれによっっててねあのまず方策を書きなさいっていうのがこのが え問題でしたねそして期待された効果が何かっていうことですけどもまず方策1のこのね、えー、就職制限のことを書いたことによってこれはね将来非監査会社等に就職することを見込んで現在の監査証明を布団に歪めるとかですね役員等就任後に監査証明業務に影響力を行使する可能性を防止する効果が期待されたということでねここを書いています。 方策2のこの同時提供の禁止はねこれによって自己監査とかね経営犯罪の関与を防止して監査証明業務の信頼性を確保する効果っていうのが期待されたと。 で豊作さんのローテーションの話継続監査制限によってですねまあこれはね同一の監査人があ一定期間以上継続して同一の非監査会社に対して監査管理業務を行うことで慣れ合いとかね癒着が生じることを防止して精神的独立性を確保して社会的信頼も確保する効果ということでねまとめていますね。はいまあ、ここもですね、ね、えー、なんとと、ね…か、まあ、ちょっと の平成15年とかそれに惑わされずに、まあ、3つと言われたのでね、えー、独立性を強化確保するの3つ公認会計書で、えー、主体論のとこでって言ったら、まあ、ここぐらいしか書くとこないかなというふうに考えれたらよかったかなと思います。はい では問題 4, に行きます、ね、第4は以下の状況で監査契約を新規に締結するか否かを検討するにあたり監査責任者が取るべき行為ということでちょっとね難しいかな事例問題かなと思っちゃうんですけど、まあ、ここ問題読めばね、えー、実はそんなにあのすごい難しいってわけじゃないで状況としては監査契約の締結を予定している会社は当監査事務所に所属する IT を利用した複雑な情報システムに精通した専門職員が昨年まで勤務していたと。ね、えー 当監査法人にいる専門職員が去年まで働いていた会社なんだと。で監査事務所には IT にかかる高度な知識技術を有する職員は1の専門職員以外はいないんだと他にいない。で当該監査業務には IT にかかる高度な知識が必須だということでもうこの人はいなきゃどうにもならないと。で監査チームの編成にかかる監査事務所の定める独立性の保持のための方針には。 監査チームメンバーが非監査会社等において取締役等重要な地位に現在ついていないこと退任後2年間のインターバルを空けることまたは現在雇用されてないこと雇用関係解消後2年間のインターバルを空けることが含まれているということでこれ独立性保持の監査事務所の方針監査法人の方針では雇用されてね、まあ、これ雇用ですから上の専門職員働いていた勤務してるんですから雇用されてないとか 雇用関係解消後2年間のインターブルを空けるってことなのでこの人がいたら、ね、この、えー、この専門職員、えー、IT にかかる高度な知識技術を有する専門職員がいたらこの会社の監査はもうこの時点で丸4番の定め時点でできないできないんです。特にこの 監査チームメンバーがですよ監査チーームメンバーが雇用関係解消後2年間のインターバルを空けるってことなんでこの専門職員が監査チームメンバーにいたら監査はできないんです。ね、なので回答としてはこう書いてます、IT、にかかる高度な技技術知識技術を有す。る専門職員は 非監査会社との雇用関係解消から2年を経過していないので当てはめてますよ監査契約の締結を予定している会社に対する監査業務に当専門職員が従事することは認められないということでまあ、直接ね従事することは認められないということになりますまあ、なんかもっと具体的に書いてもいいですよ監査チームのメンバーになることは認められないとよって当該監査契約を新規に締結するためには 監監査査責任者は当該監査業務ににに必要なな IT るるる高度な知識をを有する専門職員を新たに採用できるかどうかまあだから他に採用するかあるいはね IT にかかる高度な知識を有する外部の専門家の業務を利用できるかどうか検討する必要があるということでまああの、ね、この外部の専門家を利用することができるかどうかということでね、えーまあ、こういったことであればですねまああのこのね監査業務にまああの このね、えー、もう元々勤めていた人は、えー、もう従事をね、えー、することはできないわけですから、えー、外部の専門家を利用するとかね、あとは新たにね、えー、専門職員を採用できるかどうかっていうことをまあ考えるしかないでしょということになりますね。やっぱりね、こんだけね、この監査チームメンバーとして雇用関係解消後2年間のインターバル履けるって言ってるのに。えー あのこの規定を変えるとかってことはで当然できないし、まあ、何らかの形でやっぱ監査業務に従事するっていうのはねやっぱりですねちょっとこの規定には反しますのでそういった意味でね、えーまああの他にまあちょっとちょっと何か回答としてずるいような気も確かにするんですけど、まあ、専門職員を新たに採用するかまたはね外部の専門家の業務を利用できるかどうか検討する必要があるというふうにまとめていますね。 はいえー、これがね第1問でしたということでまあ,あのなんかね全く歯が立たない問題ではなかったと思うんですよね。ただやっぱりねちゃんと書こうとするとやっぱりそれなりにね難しかったということであのしっかり勉強した人がねあの取れる、えーまあ、なんとかあの得点できるようないい問題だったんじゃないかなというふうに思っています。はい、では次に、うん、と第2問に行きます。で第2問はねこんな長い問題なんですよね。第2問問題文的には長いんです でえっ、ー、と第2問のえっ、ー、とね問題1から問題4までこれが2枚目でずっとあるわけですよ。だからなんかねちょっと大変そうにも見えるんですけどまあ第2問も,もちろんあの簡単ではないですよ簡単ではないですけどもやっぱり問題文の量が多い割にはね、えー、こっちの方がまあ書あく量はある程度ありますけどもえっ、ー、と、まあ、問題文の量ほどではなかったかなというふうに思いますね。 であのこの問題の状況とかを見ていく前にですね、えっと、問題1からこれやっぱり本試験はね論文もあの事例問題もやっぱ問題から読んでいくといいですね。で資料12に基づいてということで、まあ、12を見なきゃいけないんだということですけども監査人 A がリスク評価手続きにおいて識別されしたと考えられる虚偽表示リスクの内容について財務省全体レベルのものを2つアサ,ののをアサーションレベルのものを3つ答えなさいということなんでやっぱりねこれ 資料12を漫然と読むんじゃなくて全体レベルのリスクとアサーションレベルを考えながら読むってことなんですだからやっぱり問題1をね見た方がいいでまたアサーションレベルに該当するものはどのような取引種類感情難度かおよび関連する中期事項にかかるアサーションに関連づけることができるかについても示しなさいということでね、まあ、ここまで考えて読むことあの問題資料を読むためにもやっぱり問題1を読んどく必要があったと。でまあ状況2がダーッとあってねであの問題には資料3っていうのはこの状況2の資料3ですね。 これを踏まえて資料4の1においてどのように監査計画が変更されたのか監査リスクモデルの考え方に基づいて説明しなさいとまあこれリスクアプローチの考え方ですよねリスクモデルっていうのはね。ですからここの資料を読んでリスクアプローチに基づいて計画がどう変更されたかを書きなさい。 問題3は会計上の見積もりについて一般的な性質を述べた上で監査上特段の検討が必要となる理由とここで問題3は上の事例をやっぱ状況を見なくても解ける問題ですこれよ。くく出るんんででですねね本試験でははななので問題3なんかはもう早く、ね あの精神的に回答欄を埋めなくてあのちょっと不安になっちゃう方なんかはもうあの他の問題見ずに問題3でね会計上の見積もりの一般的な性質ってこれ換気法のの540ですよね会計上の見積もりで一般的な性質なんて540見れば載ってるだろうってある程度推測できると思うので換気を見ながらですねなんか埋めちゃうっていうのも手ですよね。はいで 一般的な性質と特段の監査庁特段の検討が必要となる理由と。で問題4は資料4の, 4, 4の2の会計上の見積もりの監査を実施するにあたり検討すべき具体的な会計処理を1つ挙げそれについてのアサーションを1つ。 実実施すべきき証手続きの具体的な内容3つと,いうことで、ね、まあこの辺もかなりね講義でも扱ってるしうーん論文グレードアップトーレンでもこういうような形式で問題あの何度も出してますからプレトーレンでもね出してますのでまあまああ,のある程度ね、えー、びっくりせずにあの問題に挑めたんじゃないかなというふうに思います。 で、えっと、やっぱりねもう解説もこれ問題3からやっちゃいましょう会計上の見積もりについて一般的な性質を述べた上で監査上特段の検討が必要となる理由回答を見ましょうこんな回答にしていますレックとしてはね問題3はこうです。会計上の見積もりは財務諸表作成時点での利用可能な情報に基づき経営者の判断によって行われるものであり 多くの場合見積もり時点で不確実な事項に関して何らかの過程を設定するため確定的ではなくかつ経営者の判断による影響を受けるこれなんかね実は換気540の A8 項をえーこれをねもうほとんどそのままあのねえこの回答に合わせて書いてますけどもほとんどそのまま A8 項と A9 項ですねえここまで書いてあるわけですよ。だからあのまあもうここの換気540の A8A9 でこの前半 ね、えー、経営者の,あの判断によって行われ 不確実な事項で何らかの過程を設定しつつんで確定的じゃなくて経営者の判断による影響を受けるってことまで書ければだったらね、えー、どういうふうに注意すべきかっていうとこのため会計上の見積もりは相対的に重要な虚偽表示リスクが高くえっていうことでやっぱりねこれリスクモデルにつなげちゃうといいんですね問題2でリスクモデルにあのまあリスクアプローチの考え方に基づきって書いてある通りここでもねあのその考え方で書くのがやっぱ書きやすいですね。なぜ 特段の検討が必要となるかっていったらやっぱりねこういったあのいろんな判断とかの影響を受けるので相対的に重要な虚偽表示リスクが高いんだということは発見リスクを低くする必要があるんだから監査上特段の検討が必要となると、まあ、ここの最後の部分が書きにくかったかもしれないですけどもねこういう性質があるとこの性質があればやっぱりね 相対的に重要な業に表示リスクが高いだったら発見リスクを低くするべきだから監査上特段の検討この流れをね書ければよかったかなというふうに思います。はいではえっ、ー、と問題一とかね問題二問題四を特にあたってですねえっ、ー、とこのね資料を見ていきましょう。はいでは資料ね状況一ですけども後者上場会社飲食業の第発期 2000×1 年からの4月1日から 2000×2 年3月31日までの財務所要監査を担当する監査人 A は当初の監査計画の立案において資料12の情報を得たんだということで資料1は後者に関する基本情報として後者は創業8年目の会社で2年前の第6期に上場したと。 で公社はレストラン、えー、直営店舗を国内の都心を中心に60店舗展開してるで校社を取り巻く飲食業界の競争環境は厳しいものはあるんだけども主に若者向けの高校生伝が功を奏し創業以来毎年増収増益で第8期も増収増益の計画だと。で、えー、計画がなんかここねまた儲かる計画だって言ってるんですね。で えーまあ、この辺ちょっと臭いなと思うわけですよ本当に儲かるのかっていうところですけどねでこれまで店舗数の推移は資料2のと通りということで、まあ、かなりこう345710と新規出店どんどん増,や増えていると。で えー、第7期からはこれまで都心からあこれまでの都心から郊外に出,出店エリアを拡大したと第8期の出店あの新規出店ね、えー、第8期っていうのはまあこれ陶器ですけども40点のうち35点は郊外型ちょっと形態変えてるわけですね。で次第7期まで不採算の店舗はなかったことから第8期において退店の計画はない。 でも、第8期って公害型に変えてますからね。今までのその計画でいいのかって話ありますね。で、丸6。日常の店舗業務については特段の不正リスクがなくて、内部統制も問題ないってことですね。で、店舗の売上データは毎日本社の経理部に送られてきて、経理部はその内容を確認し、必要に応じて修正を行った上で売上の計上処理をすると。 8従業員員のうちち正社員は約2割ととこんな辺ちょっと嫌ですねほとんどが中途採用全体的に人材獲得が難しくアルバイト店員の人件費は高騰ということで、まあ、ちょっと経験の浅い社員がとかアルバイトばっかりだということですね。で役員は社外役員も含めて全員30代ちょっと若いですね経験が少ない。 業務全般にあたって創業者である社長の決済を受ける必要があるということで社長が OK 出さないきゃダメだって、ね、これもう全般的なリスクね1個分かっちゃいましたね内部統制無効化リスク。で10経理部に所属する正社員は2名なんだけどそのうち上場前から経理を担当している1名が退職予定だけど公認が決まってないとこれまずいですよね。経理理っって会計処理全般やるところがが正社員2名だったのが 上場前から経理を知っている1名がもう辞める予定で公認決まってなくたら1名になっちゃうということでまあこれ経理体制がまずいってこれも1つね財務省全体レベルのリスクでしょうということでね財務省全体レベルはもう今最後のところに言った内部統制の無効化と経理の体制の話を書いています。回答を見ると 財務省全体レベルをね、えー、創業社長に権限が集中していることに加え役員は全て30代で、えー、正社員は少数な上中途採用がほとんどで経験に乏しいとここまで書いてます。<laughs> 権限が集中まあ決済権限はね社長なんだということで権限が集中していて役員は全て30代正社員は少数で中途採用がほとんどで経験に乏しいんで社長がやっぱりこれね 脆弱な内部統制を無効化するリスクを認識したと考えられるということで、まあ、内部統制ねこれ日,ここですよ日常の店舗業務については特段の不正リスクがなく内部統制問題ないって書いてありますけどもやっぱりねこの役員等がですね ね、えー、まあ,あの30代とかで経験に乏しくなんで、まあ、この社長がですねそもそも通常の店舗業務にはね内部統制何にかか問題がなかったとしてもやはりですね役員の監視機能とかっていうのはやっぱり脆弱でしょうからそういった意味でね、えー、無効化するリスクを認識したっていうのはこれが財務省全体であるとあとは上場前から経理を担当する1名の正社員が退職予定なので財務省の作成に関する体制が不十分だと。なので 適切なな財務を作成できないという全般的なねあとねアサーションレベルこれはねいろいろまあ,あのここに書いてない以外でもね先に言っちゃうと例えば人件費が高騰してるから人件費の会計処理間違うとかねあるいは、まあ、売上はねこれも売上もなんか新規出店が激しいので売上の会計処理間違うとかまあいろいろあるかもしれないですけどもまあやっぱりねここでとにかく3つ。 取り上げたのはレックとして取り上げたのはまずこれ1個目は第8期も増収増益を計画する一方で売上データを経理部が修正可能なのでやっぱりですね収益の架空形状や先行認識がなされるリスクがあるんだと。ね えいうこ,とまあ、これはですねやっぱり増収増益計画してるんで、まあ、売り上げはねとにかく増やさなきゃいけない、ねまあ、利益もそうですけども売り上げ増やさなきゃいけないということでやっぱりですね計画通りにならないと、ねえー、まずいということで架空の売り上げとか先行売り上げね認識っていうことはなされるリスクということを書きました。で売上データは経理で変えるこということも問題文を踏まえて書きました。 だかからその結果売上感情とか売上と金感情に影響するでこれは、ね、やっぱ架空とか先行認識って架空っていえばね本当に売上金売上があるのかっていうね実在性のお話と早く来年の売上を今年に売上しちゃうっていうのはこれ期間配分の適切性に結びつくということが、ね、1個目のアサーションレベルのリスクとして取り上げてます。<laughs> 2個目は 前期までの傾向に基づき第8期において大抵の計画がなく会社として不算資産の店舗を想定してない、ね、そもそも想定していないという状況なので、えー、まあ損失に対する会計上の見積もりについて適切に計上されないリスクと。まあ、通常ね、例えばば損失があれば あまああのー、例えば、まあ、引き当て金でもいいですよ損失に関して何か引き当て金をね、えー、計上するっていうことができないでもいいですけどここではですね減損損失感情及び減損損失に関する中期事項についてですねまあやっぱりねそもそも減損って、えー、認識、まあ、そ,もそもそもね減損の兆候があって認識して測定してっ、ねえー、ということですからそれをですねまあそもそもねもう兆候もすらないんだっていうことにすれば。 えー、減損損失を計上しないってことうこもありえちゃうでもそれについてね、えー、本当にそうなのと不採算の店舗を想定していないので減損なんて考えてないっていうことだけども本当にそうなのっていうところでリスクを認識しているということで損失に対する会計上の、まあ、特にここはね原則、えー、損,損失に対してっていうことで書いてもいいですけども、まあ、会計上の見積もりについて適切に計上されないリスクと。 でえーまあ、これはですねやっぱりね減損損失がまあ網羅的に計上されてないとかあるいはね減損損失っていうのは結局ね評価の妥当性に結びつきます建物資産の評価の妥当性に結びつきますので評価の妥当性っていうところをアサーションで書いてます。 あと3つ目としては経験の少ない郊外の出店を、ね、拡大することで需要の予測を誤り結果として食品在庫が課題になって、まあ、食品が課題ってことは評価損とかね計上しないような在庫の評価が適切に行われないリスクと、まあ、ここに何とかねふだ、えー、見てるような在庫の評価のリスクについて結びつけたということでタナロルさん感情およびタナロルさんに関する中期事項とかねあとは、えーにまああの 結びついてアサーションとしてはやっぱり評価の妥当性ということでねまあここのね アサーションレベルの3つ意外と書きにくかったと思います。で、解説にはね。あのその人件費の高騰の話とかねまあ、そういったことも書いてありますので、まあ、ここはですね。ある程度合理的なことが書ければ得点できると思いますので、えー、こうじゃなくてもいいと思いますが、まあ、1つね。でもあの模範回答として、えー、この3つ挙げてますのでぜひね。ここはあの押さえておいていただくといいかなと思います。今後ね、受ける方は押さえておくといいと思います。はいで。 次にですね、じゃあこれあの問題1が終わってで、えー、問題のね、えー、2の前にこれ状況2として、えー、監査 2A は監査を実施する過程で資料3を把握したため資料4で監査計画を変更したと。で資料3は夏場から全国各地で食中毒が多発して9月以降既存の60店舗のうち50店舗で客数が全然割れてなっちゃったと。なお当店の店舗からは食中毒が発生してないけれどもまあね、えー、国の状況がそうだということでね。えー なわけですまるに10月から消費税引き上げの影響もあって客数はさらに減少して既存店舗のうち8店舗が営業赤字になったと。で当初の計画では消費税増税による減収は予測していたが営業赤字の店舗の発生は予測してなかったってことですよね。で新規出店大抵についての計画の変更はない出店は計画通りだと。ただし新,新規店舗の営業実績は計画を下回っており毎月営業赤字だともうねかなり。 辛い状況ですで郊外の店舗は都心の店舗よりも多くの人員を必要とするがアルバイト店員の人件費は来年以降さらに上昇するということで、まあ、更に不採算になるってことですよね。で資料4 計画時のアサーションレベルの重要な虚偽表示リスクの評価結果を変更するとで会計上の見積もりの監査について時間を大幅に増加するって言ってるわけですねまあね強気な計画だったけどもそうはいかないよっていう状況ですよね問題に資料3を踏まえて資料4の1においてどのように監査計画が変更されたかリスクモデル、まあ、リスクアプローチの考え方に基づいて説明しなさい、えー、これはですねレックとしてはこういう回答にしてますね。 想定外の営業赤字店舗が発生したにもかかわらず新規出店や大店,の健康にあ大店の計画に変更がなく依然として当初の計画を掲げており収益の課題形状及び費用の過小形状が なされる可能性が高まっているため関連するアサーションレベルの重要な虚偽表示リスクを高く変更する必要があるということでね、まあ、収益の課題計上費用の過小計上に関してのリスクがあるので関連するアサーションレベルの重要な虚偽表示リスクはみんな高く変更する必要がある監査人はでね監査リスクを合理的な低い水準一定の低い水準に保つ必要があるっていうのがリスクアプローチですから発見リスクを低く変更しより証明力の強い監査証拠を入手できる監査手続きの実施や実施時期の期末日または期末日 への変更、監査範囲の拡大といった監査計画の変更がなされたということで、まあ、漠然とねしているかもしれないですけどもやっぱこういういいい内容を、ね、かければいいですよね。結局あの、ね、収益の課題計上費用の過小計上に、まあ、重要な虚偽表示リスクを高くするんだとってことは発見リスクを、ね、低くして合理的な水準に監査リスクを保つと。 ってことはえより証明力の強い監査証拠とか期末日付近とか期末日への監査手続き実施監査範囲の拡大ってことが求められるまあこれなねごく一般的な論点ですからなんとかここにね持ち込めればよかったかなと思いますはいで問題3は終わってますね問題4資料4の丸に会計上の見積もりの監査を実施するにあたり検討すべき具体的な会計処理を一つ挙げそれについてのアサーションをね一つ で実施すべき実施を手伝実施手伝いの具体的な内容3つですけれどもやっぱりですねまあ,あのレックなんかでね講義とか講演受けてくださった方はやっぱりここは減損思いついたんじゃないですかねやっぱりこの営業赤字が続いてたらねあのぼ財務会計論でもね減損の兆候ありっていう風になりますよねですからまあ、ここはですね答え見ていきましょう、えー、店舗の営業赤字によって減損、えー、の兆候がね認められる可能性があるとまあ、必ず兆候ありっていう 断定するわけじゃなくて、まあ、可能性があるので減損損失に関する会計処理について検討すべきだということを2行ですのでね減損損失について検討すべきだ。で朝日新はこれは減損ですからね。 資産のの評価の妥当性ですよねで実際ねこれ実証手続きの具体的な内容っていうのは実はですねこれ換気法540の第12項に書いてあるね内容を、まあ、正直なところですねあのまああのまあ何て言うかな引用してですねそれであのうまく 形に仕上げてあげればよかったということなので実はここのね最後の問題も関係を540の12個を見ればよかったんですね減損の兆候の把握とかね減損の兆候の認識判定および測定における 経営者の判定方方法法やや計算方法並びにに使用された基礎データ等に関する資料を入手し、閲覧や再計算まあここちょっと考えてね閲覧とか再,再度計算してみるってことをして合理性を検討するということでまあ経営者の判定方法とか計算方法並びに使用された基礎データ等を入手するってことはこれはですね環境5412項にあの似たようなことがね書いてありますのでで閲覧や再計算を行うと、ね、いうことを書けばよかった。 次減損損失に関する監査人の見積もり額とか許容範囲を設定するそして、えー、減損損失の見積もり額の合理性を評価するっていうことですけどもこの見積もり額とか許容範囲を設定するっていうのも540の12項に書いてあるので,で設定してそれでね、えー、経営者の減損損失の見積もり額が合理的かどうかを評価するっていうことを書いてあげればよかった。 三番目は質問や議事録の閲覧等を行って監査報告書日までに発生した事象つまり後発事象が減損損失の見積もりに関する監査証拠を提供するかどうか判断この監査報告書日までに発生した事象が、ね、証拠を提供するか判断というのも五百四十の十二項に書いてあるのでこれを減損損失に当てはめただけということなんですよねですから、まあ、実は、ね、第二問は、まあ、この えー、第2問の問題1のね特にアサーションレベルのリスクが一番難しかったかもしれないですけども問題2なんかもねこれなんかもまあ典型論点だし問題3と問題4は換気を540を引けばよかったということでやっぱりですね今回の問題もまず今までの傾向と同じで、えー、そうですね、えー、あの第1問目の方がですね、あのー、点数取りにくかったんじゃないかなというふうには思いますね。はいでということで。 まあこの令和2年のね、えー、本試験の内容としては、まあ、第1問で、まあ、ちょっとねあのどの予備校もあれですね主体論をまあ,あのそうですね第一予想としてたってことはまああ,のあんまりなかったかもしれないですけどもただまあ,あのどの予備校でも多分ねおそらくやってるレクでも,もちろんやってる主体論の講義の中からあのほとんどが出てるし当連からも出てるそして第2問も普段の講義そして当連からの内容が出てるのでまあなんとかね こういっったた問題はししかりとあのあの学習をしてた方が報われる試験ですで今後もこの傾向はねやっぱり監査論続くと思いますのでぜひねあのしっかりと、えー、学習をもう本当にですねあの、まあ、レックであればレックで受けてくださった方はもう本当に与えられたレックで与えられたものをちゃんとやってれば素直にやってればもう全然合格点を、ね、取れる問題です。ねえー、ですのでもう信じてですね、えー、この監査論についてね特にあの教授に 教材を信じて学習を続けていただければいいと思いますし、えー、まあそれどこの予備校でもね同じだと思いますけれども、あのしっかりとですね、えー、この対策をすれば監査論はあのしっかり報われる試験ということでね、えー、でした、はい。まあこの傾向はあの論文は少なくとも論文は続くと思いますので、ぜひね皆さんもあの監査論ね、えー、なんかあの捉えどこないっていう。 ことを言われる方も結構いるんですけれども、あのしっかりやってればですね、あの必ず取れる問題が出ますので、あの勉強しても意味ない科目っていうことは決してないのでね、あの着実にあの学習を進めていただければと思います。はい、えー、それでは、えー、令和2年度論文式試験の解説ということで、えー、終わりにしたいと思います。どうも皆さんお疲れ様でした。